映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。修学旅行に行くために準備している男の子、様子を見に来る両親、それは外さないで。それがついてれば墜落しない気がするんだ。ファイナルディスティネーション。2001年のアメリカのホラーサスペンス映画。監督はジェームズ・ウォン。5作品シリーズが作られている結構な人気シリーズ。この時代は学園系ホラー映画が流行っておりましたね。殺人鬼とか出てこないやや癖のあるホラー映画というイメージ。シリーズを通していくつか決まり事があり、登場人物が予知夢を見て何人かが大事故を免れる。死を免れた登場人物たちが謎の偶然の力で次々に死んでいく。一人が死を免れると次に死ぬ者がターゲットになるなど、明確な敵がいなく死の運命から逃れられないとしか言いようがない映画。登場人物たちは日常そこら辺にありそうなものが、ピタゴラスイッチのように連鎖して死んでいく。その光景は楽しくて見どころの一つです。途中主人公たちに助言を与える男が現れるのですが、何者なんだかは全然わかりません。ファイナルデスティネーションは終点とかの意味で、タイトルがそのまま死を表しているようだ。この映画内ではすぐ車とかが突っ込んでくるので、見た後は日常生活を送るのが怖くなるかもしれない。現在リブート版が制作中らしいですよ。それでは死の運命を回避したいネタバレ。修学旅行当日、飛行機に乗るため空港にやってくる学生たち。なんだか嫌な予感がしてくる男の子。飛行機が離陸すると爆発したぞという夢を見たんだ。なぜ予知夢を見たのかはわかりません。取り乱した学生は騒ぎを起こし飛行機を飛び降りる。とばっちりで降ろされる先生と何人かの友達たち。てめえ何してくれんだよ。チドーン。飛行機の爆発を予知したので事情聴取される男の子。怪しいもんね。学校では事故で亡くなった皆さんを追悼してアグレッシブな鳥の。また嫌な予感がしてくる男の子。生き残った友達の一人が偶然的な力で亡くなったぞ。嫌な予感がして現場に来てたのでさらに怪しまれる男の子。もうめちゃくちゃ怪しいもんね。生き残った女の子と友達のご遺体を調べに来ると、怪しい奴がお前らは死の法則から免れた、でも死神を欺いたから大変なことになるぞと助言。誰だよ。その後も偶然的な力で死んでいく生き残った友達。男の子は死の法則を発見し次に死ぬ人を予想。次に死ぬ番の先生を死ぬ間際に助けようとしたけどダメだった。めちゃくちゃ指紋とか残してるやんか。飛行機事故現場で佇んでるのを発見される男の子。またしても偶然的な力で死んでいく友達。警察に逃げるため山小屋にこもる男の子。次に死ぬのは自分だと予想していたけどよく調べてみたら違ったみたい。生き残った女の子のうちでは超偶然的に切れた電線がヒュンヒュンしてる。女の子を助けに向かう男の子。後を追う警察。果たして生き残った学生たちはみんな偶然的な力で死んでしまうのか。星4つ。終わり。